か。おお、でかい。でか。あ、あら。いるね。ちょっと待って、服おかしくなってるか。来た。ここね、入ってるよ、たくさん魚。ちっちゃいな、さっきに比べたらな、本当に魚結構刺さってますね。いい食い方ですね。はい、パンパンですよこれ。パンパンの個体。よし、はいはい、ありがとう。パンパンですよ。下。おお、でかい。でかでか。でか。ああ、なんとかいってる。あ、消えた。でか。ありゃ取れないわ。50オーバーだ。でかかった。いたね。でか。こんなチャチな愛情取れないわ。いやー、でかい。やっぱりいたね。スーパーレインボー。あー、ちょうどあのオーバーハングの下ですね。こう虫が落ちてね、捕食できるところにこう定位してました。ああ、無理無理無理。やっぱりヘビータックルで行かないとダメかな。やっちゃいましたね。こんな細いの使ったらダメか。全然お話にならないってやつですね。こっからずーっと上行って、そこにジャンプして。いやー、いるなー、おい。いるいる。やっちゃいましたね、また。こんなタックル使ってたらダメだね。こんなタックル使ってたらダメだ。タックルもそうだし、ね、タックルもそうだし、ラインシステムもね、全然お話にならないですこれ。いやー、でかかった今のはね。そんなでかいの釣るつもりで来てないからね。そんなでかいの、
オーバーハングのあんなとこ行かれちゃったらもう全然お話にならないですよ。ちょっとヘビータックで行きますか。ラインシステムもスーパーレインボー狙いで今度。こんな細いの使ってたってね、取れないわ。いや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 、取れない取れない。ちょうどここですよ、ここのね、ここに投げてた。バクッときましたよ。もないか。来た来た来た。ちっちゃいかなと思ってたけど、ちっちゃくなかったね。いじます。よしよし、ありがとう。いじますくんが来てくれました。やっぱりオーバーハングとかですね。やっぱりね、定番のオーバーハング見ました。よいしょー。おーっと、来た。でかいでかい。でかいの来ました。あ、あー、取れた。あー、ちっきしょう。どう、フック？フック？あー、やられた。あー、でかい。40オーバーですね、今ね。いやー。おっしゃ、来ました。ウェットでも来ましたね。ウェットでも来てくれました。よし、ウェットフライ。よっしゃー。へへですね。よし、ね、来てくれますね、ね、ウェット、よいしょ、皮一枚、皮一枚です。お、来た、なんだわ、ただ移動してて。ライン流してたら、ふざけやがって。なんだい。おい、来たー。
なんだこれは、ニジマスか、ニジマスですね。よし、はい、ありがとう。さあ、来ました。もう山辺かい？はい、山辺です。すごい数入ってるね、山辺ね。あ、かかってた。よし、よし。いいですね。合わせも効いた。おう。はい、ニジマスくんが来ました。ウェットフライです。はい、今日の釣りはこれで終了です。いやー、ドライで、やっぱりオーバーハングの下ですね。でかいの来ましたよ。多分50オーバーのやつですね、あれは確実に。いやー、そんな大きいの釣ろうと思って来てないもんですからね。リーダー 5X ですからね、もう全然お話にならない状況でしたね。今日は2本、40オーバーと50オーバーぐらいですね。2本ともちょっと、点数ことはできませんでしたけど、やっぱり、この時期はですね、テレストリアル、陸生昆虫を中心に、トラウトは、餌を捕食してるんで、こんな黒っぽいですね、フライに非常に反応がいいです。オーバーハングのところはですね、シェイドにもなってるし、外敵から身を守ることもできると。それと、風が吹くとですね、木についてた虫が下に落ちて餌を捕食できるということで、もうこの時期はもう最高のポイントです。でかいのもやはり、そこについてました。次回から少しですね、本当に最近でかいやつばっかり、ラインブレイクだとかフックオフだとか、まあ、そんな形でなかなか手にすることできませんけども、次回からはですね、スーパーレインボー50オーバーのやつをですね、上げれるですねラインシステムに、取り替えます。そんなことでちょっとドライでなんとかですね、スーパーレインボーを上げたいなと、そんな風に思ってます。そしてまたお会いしましょう。さよなら。